オンタリオ航空1363便墜落事故とは、オンタリオ航空が運航するホッカー F28 から1000が1989年3月10日に墜落した事故である。1989年3月10日、現地時間15時ごろ、カナダ南部のサンダーベイからウィニペグへ向かっていた、旅客定期便が経由地のドライデン地域空港を離陸した直後、 空港から約 1km 離れた森に墜落した。乗客、乗員69名のうち、乗客21名と、機長・副操縦士を含む乗務員3名が死亡した。1363便の記念飛事故原因は、離陸待機中に主翼が着氷したことによって、十分な揚力が生まれず、そのまま降下し、墜落に至ったものとされている。ただ、この事故で、パイロットに、 責任はない。当時1363便はエンジンを起動するために必要な補助動力装置が故障しており燃料補給の際にもエンジンを起動したままで置かなければならなかった。しかし除行理はオンタリオ航空のエンジン起動中に除行理は行えないという規則上行えなかった。この事故で最も問題なのは APU の故障を放置したまま旅客運航を 行ったオオンタリオ航空の責任とされるただし、メーデー、航空機事故の真実と真相における、調査官たちのインタビューでは、仮に、a p u が故障しておらず、除氷作業を行っていたとしても、当日の天候野戦363便の待機時間、及び当時使用されていた除氷液の成分の問題、そして、そもそもホッカー F28 という機材自体が、 着氷に弱い設計をしていたことなどから、この事故は防げなかった可能性が指摘されている。1363便は森に激突した結果、機体が大きく3つに分断され、24名の乗員乗客が亡くなった。そして、事故調査の結果、運輸安全委員会は、着氷の危険性及び除氷することを強く訴えたが、教訓は、 十分に生かされず、この事故の3年後に、アメリカ合衆国のラガーディア空港において再び、同じ原因で同景気が墜落した。ありがとうございます。